もじゃあ、前の動画のね、まあ、続き的な感じにはなるかもしれませんがね、前の動画の、続きの通りね、まあ、一応中古で買った、101系のね、こいつらに、まあ、付属品のね、取り付けはね、まあ、所詮配管だけなんですけど、こっちじゃなかった。こちらですね、クモハ100の方にね、配管だけね、取り付けていきたいかなと思います。そしたらね、ついでにね、クーラーの方も、交換しようかな。とりあえず、まずね、付属品の取り付けからいきたいと思います。ピンセット、ピンセット。セロハンテープがきれいに剥がせるね。失敗したな。まあいいや、後で付け直そうか。とりあえず今日が土曜日か。で、なんか2週連続の3連休なんですよね。あさってあれか。秋分の日か。ちなみに今日ね、午後からね、船橋競馬の予想動画もちょっと、競馬の動画、まあ、30分ぐらいの尺になりそうなんで、それもちょっとね、機材の試しにちょっと撮りますんでね。まあ、NKG の方には多分競馬の動画関係ないと思いますけど。よいしょ、あーべ、付けにするなんてくっついて取れねえ。とりあえずでもあれだ、今まで買ったやつって俺どんな配管にしたっけ？お前じゃない。今までの俺ね、どっちの配管つけたか覚えてないんですよね。ホース付きかホースなしか。で、中にはね、多分ね、TN 化したやつもいるんですよ、前面だけ。これもホースありか。よいしょ。で、これが。ああ、全部ホースありになってますね。じゃあ、この際、ホースありにしちゃいましょうかね。この際がどういう際だかわかんないけど。よいしょ。よいしょ。てか、あれだね、ほんと。旧製品になったとき、説明書ちっちゃくなってたんだね。全然気づいてなかった。ロット番号っていうか、あれか。あ、でもあれだ。ポスター的には2016年になってんだ。へぇー。再生産の時ってこれ、サイズが変わるだけなんだ。あ、そうか。再生産が2016年か。で、一番最初の発売があれか。もうちょっと結構前か。とりあえずね、配管つけていきまーす。よいしょ。あ、そうか。前面用が2つあるのか。三鷹、中野、西船、津田沼。武蔵野線用に西船は使えるかっていうぐらいか。カッター、カッター。あれ、俺のお気に入りのカッターがない。あった。この辺はね、パッパパッパね、付け慣れてるんでね、行きましょうか。よいしょ。これ本体持った方が良さそうだな、これ。これね、俺ちっちゃい方のやつね、何嫌いかってこれね、結構つきにくいんですよね。コースありの方がまだ簡単にこうやってつけやすいんで押し込みやすいっていうか。だから俺全部これホースありにしてるんですけど、多分本当はホースなしの方が正しいのかな？どうなんだろう。あんまりね、101系の画像ってね、Google で調べてもね、めったなことがない限り出てこないんですよね。これで OK ですね。まあ、とりあえずこれでね、配管の取り付け完了なので、一旦これで置いといて。では、ここからはね、南部線にするか、南部支線にするか、決めていきたいと思うんですよ。先に付属にしまいましょうかね。なくさないように。でも、あれだもん、ほんと、6両の新ロットで1万円ぐらいだったら、イズムワークスの買った方が安いのかな？どうなんだろう。鉄コレの動力がそもそも3000円ぐらいするんで、まあ、鉄コレの動力3000円買って、で、あれか、床下パーツとか一式買って、まあ、それだけで多分4000円ぐらいか。そう考えると、加藤のやつまた無理くり改造した方が、安上がりになるっちゃ安上がりになるかもな。しかも加藤のやつだったら正直なんつうの、ライトユニットが壊れたら、
正直、ライトユニットだけ買えばいいし、ただ、イズモワークスのやつって、俺、作ったことはないんですけど、一回中古で、201系の総武線買ったことある中ですけど、結構あれ、なんかめんどくさいんですよね、修理するときって多分。どうしようかな。ちなみに、これ新しいロットで、屋根無理くり加工したやつなんですけど、本当だから全部ね、シャパンも一緒なんですよ。今までのやつなんで、これ。で、一応ね、全部、豚鼻式にして、で、これね、特別快速の立川行きなんで、本当昔のやつなんですけど。この頃に101系がいたかどうか俺知らないですけど、なんとなくやっちゃったんで、ね。で、これに関しては、全部そうっすね。ちょっとパッと見なんですけど。一応ね、こういう風に全部冷解式にしてますんで、ね。どうしようかな、冷解式にしようかな。よし、とりあえずこれでいいとして。どうせならあれなんだよな、本当に今更だけど、101系のさ、冷房車なんか出してくれたらいいんだよね、加藤が。ラウンドハウスのあのパーツだけはね、再生産されないからね。中古で買うしかないんだよね。で、これ9ロットなんですけど。9ロットだから2006年か。じゃあ10年前だったんだね。再生産からリニューアルまで。まあ、リニューアルからか。新製品から再生産までか。で、こっちがね、さっきお見せした通り、登り的なんですよね。ちょ、こんな感じ。まあ、こんな感じでっていうか、よくも本当にこの南部線にするね。俺ってそう考えると結構人種的には変わってんのかな。まあ、おそらく変わってると思われるけど。もう俺が多分視聴者だったら、ああ、こいつ気違いだなと絶対思います、ね。ってわけなんで、まあ一応どうしようかな。冷房車のクーラーが揃えば、ちょっと無理くりやりましょうかね。確か鶴見線の方にね、3両分パーツ使っちゃってるんですよ。よいしょ。使ってなかったっけ？ああ、使ってますね、やっぱり。これと、これと、これか。で、おそらくヘッドライトは取れそうなので取りましょうかね。ってわけなので、あーやべえ、でも俺これ屋根塗っちゃってんじゃん。どうしようかな。ちょっと待って、こいつらの屋根って塗っちゃったっけ？やべえ、俺屋根塗ってたよ。これは想定外だな。あ、大丈夫ですね。こいつらの屋根も塗られてますね。ってわけで交換しましょう。あるのが、これがクハ、モハ。で、これがクモハか。じゃ、クモハ、モハ、クモハがあるから、これいらない。使うのが、モハのパンタとサハ2台か。よし、これで良さそうっすね。多分、どっかに別のパンタグラフのシェルがあるな。なぜかクモハだけが余った。どういうことだ？なぜかクモハのパンタありのシェルだけ余ったな。とりあえず、これをこれで置いておきましょうか。ってわけなので、とりあえず一旦これで置いておいて。そしたら先に車体外して、屋根の交換の方に入りましょうかね。無理やり。で、ちなみに、今ね、一番下にあった車両って豚鼻になってたんですよ、運よく。もしかすると、あ、おめえも豚鼻でライト余ってる。あ、でも余ってるわ。あ、じゃあどうしようかな。南部室にしようかな、もう一本。うわ、マジで悩んできた。どうしようかな。鉄コレの時って、俺この先頭車両のライトユニット、てかライトのこのレンズがあるんですけど、あ、レンズ入ってねえ。あ、入ってるわ。このレンズ無理やり使ったんで、レンズだけがね、あればね、どうにか無理くり加工できるんですよ。あ、どうしようかな、もう一本南部室に作っちゃおうかな。マジで悩んできた。マジでどうしようかな。どうしようかな。ちょっと待って、一回ガチで悩む。念のため鉄コレ持ってこよう。鉄コレだけはね、ちょっと今持ってきてなかったんで、ちょっと鉄コレ取ってきましょうかね。どうしようかな。まさかここまでパーツが余ってると思わなかった。あれ、なんか俺1では間違えてサー出しちゃってる。これか。あれ、なんかそうなると車両が1両足りねえな。あれ、あ、そうか、パンタグラフの車だからこれ必要なのか。俺が間違えて出してたんだ。じゃ、これでいいのか。これでちょうど6両か。とりあえず、これで鶴見線3台と残った総武線3台でどう加工するかか。ってわけで、ちょっと、あれ取ってきましょうかね。南部支線だけ。一応取っては来たんですけど、ちょっと待って、マジで机が散らかってきた。やべえ。オーマイガー、ちょっと待って、机が本当に散らかってきた。ゴミ入んなかった。どっ
ちがいいかな。今更ツイッターでアンケート取るっていうのも正直めんどくせえんだよな。どうしようか。とりあえずちょっと待って。すぐに加工できるかだけ確認しましょうかね。あ、これアンテナついてねえ。確かね、前回ね、アンテナをね、別の車両のやつにつけたんですよ。あ、でもそっか、屋根は別に加藤から無理やりもらうから。ぶっちゃけそうでもねえ。あ、でもそっか、アンテナがあった方がいいのか、どうなんだろう。まあ、最悪アンテナなかったら別の加藤の信号変換かなんか買っ払えばいい話なんで。何つけるの？無線アンテナか。無線アンテナだったら加藤の別の車両から、あの、JR 用のアンテナぐらい分取ればいいんで。でもあれだろ、確か前回の南部室に無線アンテナついてないはずだ。確かあれ、加藤のこの鉄コレのやつから無理やりもらったんで、あの車両が。これか。これとこれか。多分無線アンテナついてないんだよな。あ、ほんと？あ、ついてた、ついてた。あ、じゃあいいや。無線アンテナついてんだ。どうしようかな。これは？これもアンテナついてないのか。これは確かあれなんだ、鉄コレのモーターが入ってるんですよね。そうっすね。2011年のトミーテックのここに入ってるんで。じゃああれか、つい最近手に入れた方を無理やり使うか。まさかコーンを車両が綺麗に揃って余ってどうにもなると思わなかった。というわけでね、鉄コレの方を、無理くり加工しましょうかね。せっかく車両たちが余ってるんで。で、確かね、鶴見線の方の3両はね、7000円くらいなんですよ、今。確かね、6000円から7000円。1247か。確かね、ずいぶん前にもう一個増やそうかなと思って値段見たら6000か7000くらいで買えたんで、ああ、じゃあいいやと思って見送っちゃったんですよね。製品番号1247。そうっすね、ポチにあるのが大体は7000から8000くらいか。ああ、じゃあそうなると別に買えるからいいや。まあ、最悪、ああ、でもそっか、ああ、そっか、まあ、豚鼻だからあっちの方が必要なのか。ってわけで、とりあえず南部支線の方、加工していきましょうかね。とりあえず、ちょっと待って。アンテナが漏れてる。これ一回封しなきゃダメだな。マジでアンテナの残骸が漏れてる。セロハンテープ。はい、というわけでね、南部一線の方加工しましょうかね。せっかくならということで、完全に動画の趣旨が180度変わってきましたけど。というわけなんでね、今まで俺、あの、鉄コレの車両の、N ゲージ化計画って、多分ね、完成品とかは動画にしてきたと思うんですけど、加工途中って俺一切動画にしないと思うんですよ。というわけで、今回は加工途中も動画にしましょうかね、どうせ。ちょっとどこまでうまくいけるか分かりませんがね。とりあえず全開品を見ながら、行けるところまで行きたいと思います。てなわけでね、この動画南部線にするか南部線にするかってアホなタイトルつけますんでご了承ください。ではね、次からね、南部線へのね、加工化計画しますんでね。まぁ、あ、ちょっと、多分ね、今もう月末近いんで、Wi-Fi さんが元気に動いてくれたら大丈夫だと思うんですけど、まぁ、あ、Wi-Fi さんによってはね、何本一気に上げるか分かりませんのでね、ちょっとご了承ください。多分ね、今日ね、競馬の方は1本優先的に上げますんで、まあ、お昼頃までに何本取れるかになりますんで、ちょっとご了承ください。てなわけでね、次から、南部市でのね、こいつの N ゲージ化計画しますんで、ご了承ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。